鳥たちがこんな行動を取りました。路上に現れたカモの親子、ママは軽々と段差を越えましたが、They can't get up. 子供たちには高い壁。ママ待って。One got up. さらに2羽目も。 Come on, you can do it. すると周りの熱い声援に応えるかのように続々と。でも最後の4羽はなかなか乗り越えられません。とその時、おいお前ら、こっち来てみろよ。 See, this one is... あれれ、段差がない。なんだ、こっから行けば楽ちんだったんだ。よし、ママはあっちだ、急げ。この時撮影していたカルホフさんの頭に浮かんだのは趣味のロッククライミング。登るのに苦労する自分と子ガモの姿が重なったのです。 If you're kind of physically weak and not a strong person, you can think outside the box and get to the same place. You sometimes have to, it takes you on an unexpected path and you have to be open to new things like that. そして無事ママの元へ。カモの親子に大切なことを教えてもらいましたね。このママ。乗る。